だいぶこのモンステラちゃんもね、育ってきましたね。モンステラは、鉢を大きくすればするほど育つので、よかったらモンステラ育ててる方、これ以上大きくしたい場合、鉢を大きくしてみてください。はい、ということで、今日の動画は5月に買ってよかったものということで、毎月恒例企画、買ってよかったものシリーズをレビューしていきたいと思います。はい、ということで、インスタグラムにもね、先日投稿はしてるんですけど、その中から、絞ったアイテムを、今回ピックアップして、お話しできればなと思ってますので、よかったら参考にしてみてください。では早速いってみましょう。はい、ということでね、5月といえば、あれですよ、梅雨入りだったりとか、あとはね、ちょっと天気というか、もう本当に夏に向けた商材だったりとかがね、そろそろ本当に本格的に夏になってくるとは思うんですけど、今の時期、本当にまさに何を買えばいいかって言われると、どちらかというとやっぱり小物だったりとか、アパレルもいいんですけど、ちょっと小物足したりとか、先日から小物すっごい小物ばっかり言ってると思うんですけど、この時期からね、本格的な時期になってくるので、アパレルでもいいかなと思います。で、何がおすすめかというと、やっぱり半袖シャツとかね、この時期から買い足していくのがいいかなと思うんで、まず一つ目、こちらですね、半袖シャツでございます。ブランドはコッキとアワーレガシーっていうブランドなんですけど、でこの、本当にファーストインプレッションというか、買った理由としましては、もともとコッキ自体、一つ欲しいなと思ってたんですよね。なんかコッキのやっぱりすごい僕は個人的な好きな印象が、なんかこう柄物だったりとか、なんだろう、異素材のものを組み合わせたりとか、そういったちょっとこう服のデザイン性だったりとか全般含めて、やっぱり面白い、お洋服が多いなっていうブランドさんのイメージで、なんかこうこのシャツも柄の部分がフェイクレザーになってて、ちょっとこうスウェードタッチのようなものになっていて、少しね、全体的にそれがインパクトのあるシャツになってます。本当に何て言うんだろう、このシャツを見たら、あ、これはもうコッキーのシャツですねって分かるぐらい、やっぱりこう他にないデザイン性が僕の中でファーストインプレッションというか、いいなと思って購入したきっかけですかね。あとはやっぱり解禁シャツってところ、この首元が、オープンカラーになってるんですけど、僕基本的に骨格というか顔が丸顔なので、ちょっとこう V ラインというか、シャツがこうスッキリしてると、顔周りもシュッとするような印象に仕上がるので、やっぱりオープンカラーっていうところは僕は個人的に夏に使いたいアイテムの一つになってます。これまだね、在庫あるところも少しあると思いますし、白はそんな人気じゃないみたいで、みんな黒が結構人気だったので、黒の、カラーは結構完売が続いてるとこ多いので、よかったら探してみてください。で、こっちに関してはアワレガシーの、本当にアワレガシーらしい柄かなって思ってます。ちょっとこう、なんて言うんだろう、 80s とか90年代ぐらいのなんか柄の古着みたいな、ヴィンテージの古着みたいなを連想させるような、ちょっとこうドット柄っていうか、ちょっとペイントタッチみたいな感じになっているような半袖シャツですね。あえてこれは逆にレギュラーカラーを選ばせていただいていて、なぜかというとオープンカラーとちょっと差別化を図りたかったってところと、少しキャッチーなアロハっぽい感覚で着たかったので、アロハといえば解禁シャツじゃんって思う方もいると思うんですけど、それはちょっとね、綺麗にも使ったりとか、ジャケットの中にね、少しキャッチーな風に入れたりするように、このシャツは購入しました。両方ともね、すごい結構よく着てるんですけど、気に入ってますね。こっちは逆にワイドショーツとかと合わせたりとか、細身のパンツと合わせたいし、こっちは逆にデニムとか、もう本当にザ古着っぽい感じで落とし込んでいっても面白いかなと思ってるので、2つ楽しんでいこうかなと思ってます。こういう柄のシャツってアイテムの幅を広げてくれるというか、コーディネートの幅を広げてくれるんですよね。なんかどちらかというと、本当にシンプルで単調な服が多い中で、やっぱりこういうアイテムがワードローブにちょっと入ってくるだけでも、普段のスタイリングって全く違く見えるので、こういう柄シャツおすすめでございます。次行きましょう。次はこちらですね。先日から結構スタイリングによく出てくると思うんですけど、ジュルサンダーの巾着バッグを購入させていただきました。サイズ感とかもかなりちょうどよくて、ショルダーとしても活用できるので、こうやって斜めにね、かけてもいいし、
手持ちにしても大丈夫なので、まあコーディネートの幅が広がりますよね。やっぱり一つバッグが入るか入らないかで全然印象変わるので、まあこういうバッグやっぱり夏に向けて一つは必要かなってところですね。なのでできるだけまあ一つあると便利なので、もしバッグとか買い足したいなって方は、こういうミニバッグ、またね暑いので、てかミニバッグ需要がだいぶ落ち着いてきた中で、なんか個人的にはまあ13段のタングルではなくこういう巾着にちょっと使いたいなっていう気分になりましたね。あとなんかまあタングルよりもこういう使い勝手が良さそうなので、こういうのは一つあると便利でした。はい、次いきます。次がこれですね。ここ飾ってあるんですけど、スタジオニコルソン、これ去年から出てる定番のシリーズなんですけど、今年も出てましたね。ニコルソンのバケットハットは少しサファリタッチ、サファリハットっぽい感じで、どちらかというとなんかツバ、このつばの部分がすごい長い、印象のバケットハットです。ちょっとレディースっぽい、レディースライクっぽい、バケットハットになるんですけど、やはりつばの短いバケットハットだと少しストリート感強くなったりとか、どちらかというとちょっとボーイッシュな印象になってしまうので、あんまりこうきれいめに落とし込むっていうのが、正直ちょっと難しいなってところで、まあ、ニコルソンはそれいい塩梅でちょっとサリっぽいさをネイビーで消してたりとか、あとはそのつばを長くすることによって少し、上品な印象にしたりとか、あとこのぐらいつばが長いと日焼け防止にもなるので、まあそういった点で僕は個人的にずっと欲しかったんですけど、やっと購入することができました。なんかね、買う詐欺をしてたんですけど、ちょっとやっぱりこの夏帽子ないなと思った時に、ちょうどネイビーの帽子ってめちゃくちゃいいなと思って購入させていただきました。これね、こういうネイビートーンのワントーンとかにヘッドの部分にネイビー持ってくるだけで全体の統一感みたいなのがすっごいキープされるので、めちゃくちゃこれ買ってよかったですね。ネットで調べてももうあんまりなかったりとか、まあ、多分メルカリとかだったらあるかもしれないんですけど、まあ、これはね日焼け防止にもなるしスタイリングの足しにもなるんで、よかったら帽子迷ってる方、ニコルソン、まあ、ニコルソン1色しか出さないんですけど、いつもなんでかわかんないですけど、これすっごいね他の色も欲しいなと思ってしまうぐらい結構形も綺麗だし質感も好きなので出してほしいなって思ってます。ニックいいですね、これおすすめでございます。じゃあ次行きましょう。次はこちらでございます。よいしょ、サングラスです。これね、チミっていうブランドなんですけど、こちらは、金沢に帰省した時にストック NYC で、見つけたブランドさんになります。かなりね種類はあって、僕は今回これのブラックにしたんです。スクエアのブラックにしてみました。一応ラウンドとスクエアが2つ型数があるんですけど、そこの中から全部で5色ぐらいあるのかな。なので僕は、ま、こういうブラック、ツヤのあるブラックにしたんですけど、グリーンとかベージュとか、エクリューとか、まあいろいろたくさん色があった中で、なんでブラックにしたかというと、僕ねブラックの本当にベーシックなサングラス一つも持ってなかったんですね。でやっぱりアクセントになるようなサングラスは持ってたんですけど、なんかこうスマートにかっこよく普通に使いたいみたいなサングラスが一つも持ってなくて、今回こちらの、チミさんを購入させていただいたんですけど、僕丸顔なのでスクエアのねサングラスしか基本あんま似合わなくて、僕ラウンド使うとちょっと本当に顔が丸くなっちゃうので、できればこういう角張ったものの方が好きっていう感じで、こちら購入したんですけど、めっちゃかけやすいんですよねチミのサングラス。あとコスパがいい、1万7000円ぐらいなんですよ。フレームも軽いし、ちゃんと UV 入ってるし、なんか面もめちゃくちゃファッションっぽいっていうところで、なんか個人的には買ってよかったなって思ってます。サングラスで探してる方、多分ねこの辺りセリーヌとかね、ここにセリーヌって書いてあるような本当に形してたりとか、セリーヌ系のサングラスが好きとかメガネが好きな人は多分ハマると思います。だからどっちかというと海外チックな本当にアイウェアになるので、ちょっと綺麗め、ジャケットとか綺麗めな印象、ドレスっぽい印象が好きな人はこういうサングラスが好きかなって思ってるので、ぜひね参考にしてみてください。チミはなかなかおすすめでございます。
最後なんですけど、僕の首にさっきからプラ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 ーンとなってるこのネックレスです。実際は、ブランドはヒアーズっていうブランドになりまして、ラリアットっていう、形をモチーフにしたネックレスになってるんですけど、これヒアーズっていうのは僕の、アクセサリーブランドになるんですけど、まあ本当シンプルに宣伝とかではなく、マジで気に入ってます。一個一個僕が企画して作ってるっていうのもあるんですけど、ラリアットネックレスって基本的にサイズ調整できないんですよ。ここに丸カンを通してそのままクーッとねネックレスを落としていくような感じなんですけど、ラリアットを、ちょっと改良してサイズ調整できるようにさせてるのがヒアーズの強みで、これ多分してるとこ全くないです。多分これサイズ調整できるようにさせてきたら、うんうんうん、僕のやつちょっと参考にしたのかなって思っちゃうぐらい、サイズ調整できるラリアットネックレスって基本的にないので、おすすめでございます。これに関しては 40cm、45cm、55cm っていう3段階変えられるので、基本的に今の時期はこういう 40cm とか 45cm ぐらいで使っていただいて、秋冬になったら 55cm でニットの上からざっくりとかシャツの上からざっくりっていう着方がおすすめでございます。なので本当にネックレス探してる方はちょっとボリュームもあるんですけど、やっぱりでも、ゴールドとシルバーでサンドしたりとか、ちょっと上品な要素も少しずつ残してるので、まあ、そういった点で本当に使いやすいネックレスに仕上げているっていう感じですね。で今、ヒアーズ自体僕ともう一人、レディースの職人さんも今、ありがたいことに一緒にさせていただいてるんですけど、やっぱりレディースの目も少し入ってるので、まあ、レディースでもつけやすい、なおかつ僕のメンズっぽい要素も含まれてるっていう、本当にこのユニセックス、レディースの考えもメンズの考えもちょうど噛み合ってるので、まあ、そこで出来上がってるアイテムは本当にこう男女兼用というか、メンズライク、レディースライク、どちらでもいけるっていう感じなので、ぜひね、まあ、こういったアイテムとかを使ってみてもいかがでしょうかって感じですね。これは本当にいいと思うので、てか他のアイテムもいいんですけど、最近よくつけているネックレスになります。はい、ということで簡単でしたが、5月買ってよかったものを紹介させていただきました。本当にありがたいことにこちらの、企画かなり好評でございまして、いつも見てくださりありがとうございます。この動画が少しでもいいと思っていただいたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。大勢でした。ありがとうございます。